皆さん本日もよろしくお願いします今回はテレビ制作会社の倒産が加速その理由を解説するとともにまたまたやらかした TBS「サンデーモーニング」の大失態なども交えテレビ制作現場の残酷物語的な視点で業界の裏側に潜む理不尽をつまびらかにしていきたいと思います ということでこの番組では毎回テレビにまつわる考察や「的に辛辣の異用をもとテレビマン視点で語っておりますのでぜひチャンネル登録よろしくお願いしますさて11月6日東京商工リサーチからテレビ番組の制作会社の倒産が今年9月までに過去10年間で最多を更新したというリリースがありました。 2023年1月から9月までのテレビ番組制作会社の倒産は14件に達し前年同期6件の2.3倍のペースで増加しているそうですそしてこれは通年比較でも2014年以降の10年間で最多だった2018年の13件をすでに超えていますでまあこの大きな要因としてはやはりあの緊急事態宣言にあるんですよね テレビ番組制作会社を取り巻く環境はあの悪夢を機に大きく変貌2020年当初は緊急事態宣言の発令による外出自粛などで番組制作の中止や延期を余儀なくされ制作会社の業績に大きく影響長引く受注減に加え制作コストや人件費の上昇などから小規模の制作会社を中心に倒産は今後も高い水準で推移する可能性が高い と、まあ、そんな風に今回の証拠リサーチの調査リリースには記されています。個人的にもまあ、周りの制作会社のテレビマンから聞いている限り、自粛を機に経営が傾いたという証言をいくつも得ています。なんですかね、特に街歩き企画だったり、まあ、グルメ特集、旅行企画を主力にしていた制作会社は、外出自粛要請の長期化により、受注減少が影響している模様です。 そしてよより政策費の削減ですよね、まあ、これ一度下がってしまった制作費はなかなか上げてもらえないのが業界の慣習になっていますいやいやこの予算でも制作可能じゃんというわけですよしかもこれ断ったら断ったで、まあ、義理人情という古き慣習がまかり通るテレビ業界ではこうした判目は「不義理」というレッテル貼りで断罪コネクションを失うことになりかねません 発言権の薄い弱小政策会社であればあるほど赤字覚悟で受注を続けるしかないわけです。そしして気づけば資金消灯を起こし倒産。でまあ何よりテレビ局が狡猾なのは「いやそのうち大きな仕事を回すからさ」などと甘い言葉をささやき。 こうして下請けをつなぎとめ、まあ、奴隷契約に過ぎないのに夢を見させるわけですもはやホストの語り口に近い手口本当にしたたかです一方こう制作会社の方も知名度のある番組に関われるのはこれ看板にもなりますから弱みもあるわけです 例えばテレビ制作会社でこれ検索してみてみくださいいくつもの制作会社が公式サイトに誇らしげに自分の会社が関わる番組を掲げていますが実のところ AD を派遣しているだけに過ぎない会社もあったりします。 いずれにせよこういうアンバランスパワーという構造の中で弱小制作会社はその地獄を引き受けざるを得ないわけですこうしてあの自粛期間の中で縮小されてしまった予算がデフォルトになってしまいこれが倒産加速の大きな要因の一つであることは事実ですそもそもこれ皆さん一口にテレビマンと言ってもテレビ局員と制作会社のテレビマンではこれ運命の差がありますからね それを象徴すするエピソードとして、まあ、今かからら15年ぐらい前ですかね、アイドル予備校的な特番に関わったことがあります要は売れっ子アイドルがアイドルの卵たちに芸能界を生き抜くための発掘術だったりまあ処世術を授業形式で講義する特番だったんですがその番組の中で、まあ、ある一人のアイドルがこういう Tips を披露しました。 それが同じ AD でも局員と制作会社の AD を即座に見分ける収穫を身につけるべし。とまあそういった発言でスタジオで眺めながら正直笑ってしまった記憶があります。要は AD さんでも局員と制作会社のそれとでは大違い。 局員の AD は特に才能などなどくても出世すぐさま番組を仕切るポジションにつくので AD といえど侮るな存在に扱うなというまあ、したたかかつシニカルな教訓なわけですでまあ正直この発言が全てを物語っていると思いますキャリアアップ出世の速さはもちろん年収自体も局員と制作会社ではまあ天と地の差 仮に同じ仕事をこなしていても、まあ、と言いますか正確には明らかにスキル的には制作会社のテレビマンよりはるかに劣っていてもテレビ局社員の年収は倍以上というのが現状です実は驚くような格差社会なんですよねさらにこの制作会社の中にもまたハウスプロダクションといって要はテレビ局系列の子会社と独立系のプロダクションが存在 当然ハウスプロダクションの方が有利で、まあ、両者にも強固なヒエラルキーが存在することは言うまでもありません。ということで今回は制作会社の悲惨な現状を紹介するとともにある種奴隷労働という構図の上にあぐらをかき傲慢な態度でテレビ業界を崩壊に導くテレビ局正社員たちの実態に迫っていこうと思います。 ちなみに今回の動画は、まあ、私の過去の経験はもちろんこちらテレビ番組制作会社のリアリティという書籍をはじめいくつかの参考資料をもとに構成概要欄にリンクを貼っておきますので気になる方は是非チェックしてみてくださいさて正規・非正規からなる混成舞台による過酷な労働現場は、まあ、テレビ創成期以来業界全体の伝統とさえ言えるものです まあこれは番組によって異なるので一概には言えませんが一つの番組の座組の中でテレビ局の正社員が占める割合は、まあ、5%から6%といったところではないでしょうか1割にも満たないのが現状ですそしてその割合は、まあ、帯の情報番組などになるとさらに低下つまり番組制作を支えているのは局員ではなく外部委託の制作会社のテレビマンであることは紛れもない事実です インハウスではなくアウトソーシングによって番組制作が支えられている現状にもかかわらずこの国においては未だ番組は放送局で制作されているという建前が守られあらゆる制作もその認識の下で協議されるからこう歪みが生じるわけです正直放送局と番組制作会社が対等な取引パートナーとはとても言えませんフェアトレードとはかけ離れています 何よりこれでは制作会社のモチベーションが上がらない全ての旨味はテレビ局に吸い上げられてしまうわけです何ですかねその分かりやすい例を挙げると制作著作に関する認識がまず甘すぎますと言いますか極めてテレビ局側に有利にできていて仮に制作会社が起点となって企画を立ち上げテストマーケティング的に、まあ、少ない予算の中でやりくり特番を放送したとしますそしてここで数字が取れレギュラー化されたとする するとタイトルだけを軽く変更した上でその制作会社は外されてしまい局仕切りのレギュラー番組としてスタートするというようなこともあったりします。 未だ放送中のあののああ番番組組ももまたあの番組もそうです。つまり数字が取れなければ制作会社のせいにされ逆にうまくいけば手柄はテレビ局のものとなりコンテンツごと乗っ取りに合うというようなこともあるわけです、まあ、こうした著作権強奪のような極端な例が全てとは言いませんがいずれにせよこの国のテレビ制作現場において カンパケ納品というまあ一部の例外を除き著作権はテレビ局に帰属するのがほとんどですでまあこうした慣習からなのか、まあ、テレビ局の著作権に関する認識は極めて低くそして何より傲慢テレビで放送したものは全て俺様のものという体質なわけですでまあその傲慢を表す一例として2014年テレビ朝日は「みんながカメラマン」という視聴者からの動画投稿を促すサイトをスタート 視聴者が事件や事故、ハプニングなどを撮影した動画や写真を投稿し、テレ朝はそれを自社のニュース番組、ネットニュースなどでも使用するというプラットフォームなわけですが、当時の利用規約があまりにもひどすぎて炎上しました。 何しろ採用されても謝礼はなく、その上映像に対する苦情やトラブルが起きた場合は投稿者自らが対応しなければならないさらにテレビ朝日に何らかの被害が出れば投稿者に賠償させるというものでしたいや一般常識からはかけ離れたスタンスですがこれこそがまさにテレビのスタンダードこれまでもずっとこういう方針でやってきたわけですよテレビで放送したものは全て俺様のものという体質なわけです しかも仮にトラブルが起きればそれは全て投稿者の責任未だテレビで報じてやっているというスタンスなわけで他者の知的財産権に対する配慮がまるでありませんそのくせ自局の権利侵害にはやたら敏感でつい先日も生成 AI を利用して作られ拡散されたあたかも日本テレビのニュース番組に出演するかのように加工された岸田首相のフェイク動画について 党の日本テレビは激怒。自局のニュース番組で散々取り上げると、これは決して許されない行為であるとして、厳しく対処すると言って断罪。しかもなぜかこれに他局も追随し、各局問題し、ちょっとした報道連鎖を起こしました。まあ私もその当該動画を見ましたが、まあ正直あの動画はやりすぎ。確かに問題があるとは思いますが、ただまあテレビ局の普段の行いを知る私から言わせると、これどの口が言うかといった印象でもある。 しかも TBS がこの生成 AI に関連してまたやらかします日本テレビのこのフェイク動画問題に絡めてはいませんでしたが生成 AI を使ってのビートルズの新曲に紐づけていました TBS は5日に放送したサンデーモーニングでこのビートルズの新曲を入り口にこうして AI が進化する一方で懸念もといった感じで生成 AI で作られたフェイク画像の危険性を特集します でまあ、これはちょっと余談になってしまうのであくまでもざっくり解説になってしまいますが、まあ、要は中東情勢を巡りハマス幹部の画像を取り上げこれはプロパガンダのために生成 AI を使って作られた画像でありフェイクとして紹介しますところが X 上では放送直後からこれに疑問の声が噴出。 いいやいやこれらの画像以前から流通するもので生成 AI を作って作られたものではありませんからという指摘でしたしかもたちが悪いのは TBS はその画像紹介を受ける形で専門家の解説 VTR をインサートあたかもそのスチールについての解説であるかのようミスリードするわけですが X 上で解説をされたご本人がこの画像について解説したものではないと前して 応援を受けて TBS にも指摘の連絡をしたようですにもかかわらずこの方も批判を集めていて正直もらい事故にも程があると感じますでまあこうした騒動を受け TBS は番組で紹介した画像は生成 AI を作って作られたものではないものと考えられると訂正し番組公式サイトで謝罪しました何でしょうかフェイクを報じるニュース自体がフェイクという落ち着き安定の TBS クオリティです くしくも前回のこちらの動画で「サンデーモーニング」という番組の問題点について指摘したばかりですがいや今回の件は公式サイトで謝罪文を上げるだけでま済まされる話ではないと思います素材のミスはもちろん何より解説 VTR の不自然なインサートなど明らかに意図的なミスリードの跡を感じま制作陣のいい加減さを物語っていますせめて来週の番組内で丁寧な説明責任を果たすべきではないでしょうか ちょっと話がずれてしまったので戻しますねちなみにこの制作著作についての考え世界の常識で言うと、まあ、例えばアメリカでは独立系の制作会社の権利を守るため放送事業と制作事業は基本分けられています要は著作権は基本制作会社に帰属するわけです1970年に FCC が当時の三大ネットワークが番組制作に出資しその所有権を保有することを禁じました ただしこれには例外もあって報道番組のみはテレビ局に所有権が帰属その他の番組においては放送局は自らが制作していない番組の配給権所有権を持てないとする法律を作るなど放送事業と制作事業を分離し独立系の制作会社を保護するわけですまあ何ですかねかつては配信プラットフォーム自体がテレビ以外には存在せず つまり流通先にかけこうした知的所有権に関する権利意識自体が低かったのも事実ですところが現在はどうかいわゆるビデオオンデマンドなどあらゆるネット配信サービスが台頭し提供する映像コンテンツが常に不足していますそしてその穴を埋めるべく過去の地上波コンテンツの再利用で占められるようになりいわゆる資産価値が格段に上がったわけですよ そんな状況の中いまだこの過去のコンテンツという莫大な資産を実際にはほぼ制作に関与していないテレビ局だけに握らせておくのはおかしな話そもそもこうした制作会社の誕生の背景を振り返ってもそこにはテレビ局の都合が見え隠れします 実は制作会社の誕生は古く、1958年にはビビア、まあ要はテレビ朝日映像です。そしてもう一つ共同テレビが設立されます。ちなみにビビアはテレビ朝日、共同テレビはフジテレビの系列会社、まあハウスプロダクションになります。そして70年代に入ると独立系のプロダクションも台頭。 いずれにせよテレビ番組制作会社の設立が本格化したのは1960年から70年代にかけてのことでねその背景として当時映像制作スキルに長けた映画の制作プロダクションにテレビ制作の協力を仰ぐわけですが当時は敵対視され軒並み断られたことで独自の制作プロフェッショナルチームを局外にもという思惑があったようです ただしそれ以外にも大きな理由が存在実は労子紛争が関係していたと言われています要はストライキ対策だったというわけですよまあ驚きですよね当時は言うまでもなく、まあ、急激な経済成長による社会的矛盾が噴出した時代背景がありストライキをはじめとする葬儀行為も頻発実はその中で準キー局である ABC テレビ 放放送送がが全放送を中止した過去があるんですよね。それは1961年12月1日のこと朝日放送労働組合が実施したストライキの影響で1日の23時30分からテレビラジオともに停波要は全ての放送が中止されテレビ画面は砂嵐状態です。 しかもこの低破は労使交渉妥結後の12月3日20時までなんと2日近くにわたって続けられたそうなんですよねでまあこうした最悪の事態を避けるための裏技的な臨時雇いつまりテレビ局以外に制作を委託する非正規雇用集団でこのストライキを乗り越えようという一面もあったわけです以来こうした制作会社の労働力を踏み台にした つまり放送に支障を来さない安心安全かつ、まあ、欺瞞に満ちたテレビ局のストライキは横行何ですかねこれ10年ちょっとぐらい前までは普通にテレビ局でストライキは行われていました例えば2010年日本テレビはこの年だけでも3回のストを行っていますいやもちろんストライキは労働者側の当然の権利として行使することは何ら問題ありませんただしテレビ局のストに至っては お前らがどの口ででといった印象です何しろこの騒ぎを毎回冷ややかな目で見ていたのが正規の局員の半分にも満たない給与で過酷な労働に耐えている制作会社のテレビマンであったことは言うまでもありません当時私の周りの制作会社や、まあ、フリーのディレクターたちもやれやれといった感じでこの茶番を遠目で見つめ苦笑いしていました 何より局員というのは搾取されるようなまあ、哀れな労働者でもないし会社の業績を盾に綱渡りの交渉を繰り広げているわけでもありません制作会社に仕事を丸投げした上で正社員という安全地帯からノーリスクでもっと給与をよこせと声を上げているに過ぎないわけですしかもこう皮肉なことに彼彼女たち局員がストライキという権利を行使しても放送には全く影響がないこと自体 テレビ制作の現場を支えているのが局員ではなく底辺に位置する制作会社やフリーのテレビマンであることを物語っているわけです。何ですかね。こうしして過酷な現場を制作会社に押し付け、 事ばかりを口にするテレビ局における正社員という特権階級のテレビマンがテレビをつまらなくする現況であることは言うまでもありませんちなみに働き方改革などのしわ寄せもまた全て最下層の制作会社に波及制作費は削られ、まあ、それでも今後の付き合いを考えると赤字でもそれを引き受けざるを得ない現状にもかかわらずクオリティや厳しい納品期日に視聴率の担保 さらにコンプラ違反の責任もトカゲの尻尾切り的に末端の制作会社に押し付けられる始末ですしかもこうして身を削るような思いで制作したコンテンツも著作権上等を迫られまあ有無を言わさずテレビ局に全ての権利を剥奪される結果現場のテレビマンたちのモチベーションは上がることはなくただただ過密なスケジュールをこなす、まあ、やっつけ仕事に終始するわけですまあこれではテレビに未来がないのは言うまでもありませんよね 未だブラック企業の体質をこうあれこれ報じ正義の顔で眉間にしわを寄せ批判したりしていますが正直あらゆる業界の中で最もブラック企業なのがテレビ業界なのではないでしょうか。 ということで、今回の動画は以上になります。この番組では毎回こうしてテレビに対する考察や時に辛辣な評を行っております。今回少しでも参考になった、面白かったという方は高評価並るチャンネル登録よろしくお願いします。あと、Twitter もやってますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。今回も最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画。